周恩来、1898年3月5日から1976年1月8日は、中華人民共和国の政治家。字は勝和。中華人民共和国が建国された1949年10月1日、以来死去するまで一貫して、政務院総理、国務院総理を務めた。毛沢東共産党主席の信任をつなぎ止め、 文化大革命中も失脚しなかったことなどから、不当沖の異名がある。妻は、東栄町、子女は、孫伊予、李宝である。1898年3月5日に、チャンス・ショー・アイアン府に誕生し、天津の南海中学校で学んだ。南海中学卒業後の1917年に、日本に留学した。日本語の習得不足により、第一高等学校と、 東京高等師範学校の受験に失敗した。その後東は高等予備学校、東京間楽高等予備校、明治大学政治経済科に通学した。日本では勉学に励むほか、友人と活発に交流して、祖国の将来について語り合っている。また、日比谷公園や靖国神社、三越五福店や浅草など、各所を積極的に見て回っている。 1918年5月1日には、靖国神社の大祭を見物し、それを見てはなはなだはなはだ大きな感慨を模様す。と語った。また6月2日にも、ユー・オサム館を訪れたことも日記に記している。日本社会や日本人についてもよく観察しており、これが地日派としてのベースを作った。同年に留学生の一斉帰国運動も起きるが、周恩来は、 冷静な対応をしている。一旦中国に帰るが、再び来日した。帰国前の数ヶ月については記録もなく、よくわかっていない。苦渋の中で酒に溺れがちだったという説もある。やがて、母校の南海学校が大学部を創設するということを知って、帰国を決意した。船に乗るために、神戸に向かう途中、京都の嵐山によって歌った、死、宇宙。 嵐山は、嵐山の州恩来記念碑に刻まれている。川上はじめの著書で初めて、マルクス主義に触れ、京都大学で、その講義を聴講もしている。1919年4月に帰国し、南海大学文学部に入学。その直後に、中国近代史の起点となる5.4運動が起きる。州恩来は、学生運動のリーダーとなって、頭角を表していく。 なお日本滞在中の様子については、週本来19歳の東京日記が最も正確で詳細な記録である。東京日日新聞の上近一子記者のインタビューを受けたという従来の伝聞や伝記にあった誤りも指摘されている。1920年フランスのパリに留学する。労働党の研究のためにイギリスに渡りエディンバラ大学に入学を許可されるが、 中国政府からの奨学金が下りずに断念し、フランスに戻る。候補軍艦学校時代の周恩来と、石。解九1924年、周恩来は帰国し、共産主義者として活動した。日中戦争中は、重慶で国民党との協調に努めた。戦後も、操縦協定を結び、国民党の長軍や米国のジョージ・マーシャルと共に、 軍事庁ところ執行部も設立するなど調整を続けたがまとまらず国境内戦が始まった。共産党が勝ち、1949年に中華人民共和国を建国した。超おさむ中、ジョージ・マーシャル、周恩来その後日本軍の捕虜に対して服役期間中に態度が良好だった戦犯に関しては早期釈放をしてもよい。 年配者や体が弱い者あるいは病人も釈放を考慮し、家族の訪中や見舞いなどを許可する民族間の恨み、階級間の憎しみ、それを忘れてはいけない。しかし、それでも私たちは彼らを改造し良くしなくてはいけない。彼らを生まれ変わらせ、我々の友にしよう。日本戦犯を鬼から人に変えられるかどうか、これこそ、 中国文化の知恵と力量に対する試練なのであると述べている。管理所職員やその家族などの多くが日本軍の被害を受けていたため戦犯を抗具することに反発が出たが、州本来は復讐や制裁では憎しみの連鎖は切れない。20年後にわかるとさとした。最初の日本人戦犯裁判で基礎155人、死刑7人執行猶予付き死刑3人が 確定したが、州本来の指示で、最終的に基礎51人死刑なし無期懲役なし、懲役20年4人に減刑された。あまりの寛大な処置に収容所スタッフから不満が出たが、今はわからないかもしれないが20年後、30年後に、わかる。州本来は言ったという。また、日本人戦犯だけでなく、対日協力者だった戦犯にも寛容であり、 満州国皇帝の愛信格羅富儀や猛虎、連合自治政府主席のデムチュクドンロブなどが、周恩来から特赦と役職を与えられている。1949年の中華人民共和国の建国後、周恩来は国務院総理に就任し、1976年に死去するまで27年間この地位にあった。また、1958年まで外交部長を兼任し、 外交政策を主観した。ジュネーブ会議に出席する、州オンライ州オンライは1950年に、非共三県ではビルマに次いで中華人民共和国を国家承認して、最初に大使館を設置した国となっていたインドと関係を強化し、インドと対立していたパキスタンとも1951年に外交関係を結んで、後にインドよりも中華人民共和国と親密になる契機を、 気づいた。州恩来、ガマル・アブデルナセル1955年にインドネシアのバンドンで開かれたアジア・アフリカ会議の出席者でアラブ諸国の団結を掲げるエジプトのガマール・アブデルナーセル大統領とは、海賊でアズハル大学卒業生の馬券の通訳で会話を交わして進行を結び、エジプトはアフリカで初めて中国を国家承認する国となって、 アフリカ諸国歴法でも真っ先に訪れた。同会議直前には会議に招待されなかった中華民国による州オンライン暗殺作戦とされるカシミールプリンセス暴爆派事件が起きている。インドネシアのスカルの大統領とは北京イコールジャカルタ枢軸クと呼ばれる関係を築き、スカルのは国際連合の非加盟国で作る第二国連を構想して、 新興勢力会議を結成した際に中国はアラブ連合共和国とともにコン根ー本部建設の最大支援国となっており、インドネシアも中華民国とイスラエルを1962年アジア競技大会で参加拒否して新興国競技大会を開催するなどアラブ諸国や中華人民共和国と連携し、スカルの失脚直前には中華人民共和国はインドネシアに 各開発協力を持ちかけるまでの蜜月ぶりだった。また、同会議に出席したアフリカ独立運動の父とされるガーナのクワメエンクルマ大統領は、州オンライに特注して贈られた人民服を愛用し、訪中と同時にガーナでクーデターが起きた際も、州オンライからエンクルマは国賓待遇された。州オンライは WEB デューボイスや、 Q.E.P. ニュートンらアメリカ合衆国の黒人運動家を中国に招いて、アフリカ系アメリカ人の公民権運動にも支持を与えた。かつての高層一辺倒での蜜月も消えて、ソビエト連邦との中層対立が起きると、中華人民共和国は発展途上国だけでなく、米国や日本などの先進国との国交正常化を求めるようになった。州本来は総理として、 両国との交渉を鑑賞した日本とは、高崎達之助との合意で、LT 貿易を行い、日本社会党と自由民主党の元内閣総理大臣である、片山明や石橋丹山と緊密な関係を築き、1959年には、中国建国10周年形式法中団団長の片山と会見して石橋と日中国交樹立を呼びかける共同声明を、 発表している。1971年には、州本来の外交手腕もあって、中国共産党の一つの中国政策を支持しきた、インドやエジプトなど、アジアアフリカの非同盟諸国、ソ連と東、ヨーロッパなどの東側諸国、米ソと並ぶ国連安保理常任理事国でもある、イギリスやフランスなどの一部の西側諸国や、当時のウタント国連事務総長からの指示も得て、 アルバニア決議が国連総会で可決され、中華人民共和国は国連に加盟して、中華民国を国連と関連の国際機関から追放させることに成功し、アルバニア決議に反対していた日米も中華人民共和国との国交樹立に動くことになる。1972年2月、パキスタンやルーマニアの仲介で、アメリカ合衆国大統領、 リチャード・ニクソンの訪中を実現させ、アメリカとの国交正常化交渉を前進させた。同年1月に、日本も当時の佐藤栄作総理が、中華人民共和国との国交正常化を目指すことを演説で述べ、周恩来への親書を託した密使を香港に派遣して、北京訪問の希望も伝えてきた。なお、アルバニア決議が採択された際に自由。 民主党幹事長の堀茂は訪中する、濃部良吉東京都知事に所管を託すも、州本来は佐藤政権への不信感から退けていた。同年9月、現職総理では初めて訪中した田中角栄と数度にわたる交渉に臨み、日中共同声明に調印して、日本との国交正常化を実現した。調印式で交わした田中総理との固い握手とその写真は、 時代の象徴として語り草になった。日中国交正常化には当時の自由民主党政権だけでなく国交正常化前に派遣されていた社会党、公明党、民社党といった野党と長野茂浦経済界の法中団なども貢献した。日本人民は軍国主義者の犠牲になった被害者だ。日中両国には様々な違いはあるが、勝利を残して 大道につき、合意に達することは可能である。我が国は、賠償を求めない。日本の人民も、我が国の人民と同じく、日本の軍国主義者の犠牲者である。賠償を請求すれば、同じ被害者である、日本人民に払わせることになると公言したことで、日本のマスコミから称賛されたが、近年明らかにされた、外交文書では、アメリカ合衆国国務長官ヘンリー・キッシンジャーに、 対し、日本の台頭は、米中両国の脅威であるなどと話していたことが明らかになっている。州の誠実な人柄と、自ら権力を欲しない謙虚な態度と、中国革命への献身は、中華人民共和国の民衆から深い敬愛を集めていた。また、その人柄から、ニクソンやキシシンジャー、田中角英など、諸外国の指導者層からも信頼が厚かった。 孟主席語録を持つ周恩来と林平の娘、林立公文化大革命が勃発しても、周恩来は毛沢東に従い続け、創始派のレッテルを貼られた劉少奇らの粛清に協力した。文革勃発時に有力幹部のほとんどが失脚、または死亡する者さえいた中、周恩来は最後まで地位を保った。周恩来は毛沢東の路線に従い、 毎日公衛兵を席巻して指示を与えた。劉暢期を敵のスパイと決めつける等の決定を読み上げたのも、周恩来だった。その一方で、周恩来は文革の引けし屋として公衛兵の横暴を抑えようとした。公衛兵が北京の道路を右派に反対するという理由で、左側通行に開始させたため、交通が大混乱に陥った時も、 州本来が介入して止めさせた。また故宮を公衛兵が破壊しようとした際にも軍隊を派遣して阻止した。公共寺など数々の文化遺産を公衛兵から保護した。さらに出来得る限り創始派のレッテルを貼られた多くの党幹部を保護しようと努めた。例えば百六十八年八月十六日、外省の陳期が公衛兵に襲われそうになった時、州は 君たちが賃金を吊るし上げるのなら私は前に立ちはだかる。それでもまだ続けたいのなら私の体を踏みつけてからにせよ。と叫び、身を挺して守った。しかし、周恩来のこれらの行動には限界があり、全体として文革の嵐を止めることはできなかった。ここに最後まで毛沢東に忠実だった。最初、周恩来の限界があった。 転機となったのが1971年の林漁失脚であった。林漁は毛沢東の後継者とされナンバー2であったが、時期に毛沢東の信頼を失い、家の暗殺を計画したが失敗。ソ連に逃亡する途中に登場機がモンゴルで墜落し死亡した。これが契機となって、東商平が復権、一部幹部の名誉が回復された。州恩来は、 鄧小平と協力して文革の混乱を収集しようとした。さらにその後、周恩来は高世ら4人組との激しい権力闘争を強いられたが、最後まで毛沢東に信任され、実権を握り続けた。1975年には国防、農業、工業、科学技術の4分野の革新を目指す4つの現代化を提唱し、後の鄧小平による 改革、解放の基盤を築いた。周恩来は、文革の最中、長時間の公営兵との接見や膨大な実務に、奔走した。十数時間も執務し続けることも珍しくなかった。これに激しい辛労も加わり、彼の体は病に蝕まれていった。1972年に、膀胱がんが発見される。その後も休むことなく、職務を続けたが、 病状は悪化の一途をたどった。1974年6月1日、北京の解放軍第305病院に入院。病室でなおも執務を続けた。1975年1月の第4期全国人民代表大会第1回会議では、病診を押して国務院総理として政治活動報告を行う。同会議において総理に再選。しかし、 同年秋から病床を離れられなくなり、ついに1976年1月8日、周恩来は死去。後に病名は膀胱癌であったことが明らかにされた。その以外は本人の希望により仮装され、遺骨は飛行機で中国の大地に散布された。これらは生前に妻の東映長と互いに約束していたことであった。 4人組によって意外が恥ずかしめられることを恐れたためという、州の葬儀には総経礼も参列した。1972年のニクソン大統領法中のお膳立てをしたキッシンジャーは、州本来を今までにあった中で最も深い感銘を受けた人物の一人に数え、上品でとてつもなく忍耐強く、並々ならぬ知性を備えた繊細な人物と評している。 国連事務総長だったダグハマー・ショルドは外交畑で今まで私が出会った人物の中で最も優れた頭脳の持ち主と証言している。カンボジア国王、ノロドムシュハヌークはカンプチア王国民族連合政府として北京に亡命していた時期にポルポトをカンボジアの指導者に押す構成と対立もしていたシュウオンライと親しくしシハヌークはシュオンライを 私より、よっぽど王族らしいと評している。北京の人民大会堂のレセプションで、ニクソン大統領夫人と並ぶ。衆音雷伝を書いたジャーナリストのディック・ウィルソンは、衆音雷を、ケネディやネルと比較し、密度の濃さが違っていた。彼は中国古来の徳としての優雅さ、礼儀正しさ、謙虚さを体現していたと最大級の賞賛をしている。また、 1954年以来、チャーリー・チャップリンとも、信仰を持ち、彼の作品の一つ、黄金京時代の名シーンであるチャーリーが靴を食べる場面を見て、調整の際の苦難を思い出し、懐かしがったという。日本でも、シューオン音雷に傾倒した著名人は多く、日本人70名が寄稿した、文集、日本人の中のシューオン音雷がある。しかし、シューオン音雷と、 インド訪問などで活動を共にしたダライラマ14世は毛沢東をその振る舞いから革命の真の偉大な指導者と評した一方で、周恩来は大変ずる賢いと思ったとそのしたたかさを評している。中国国鉄、周恩来号、機関車、東昌平は、周恩来が文革期に毛沢東に妥協して総支派宿制に協力したことに複雑な共駐だったと言われるが、 州の没後ジャーナリストに対しては以下のように語っている。彼は同志と人民から尊敬された人物である。文化大革命の時我々は過放したが幸いにも彼は地位を保った。文化大革命の中で彼のいた立場は非常に困難なものであり、心に違うことをいくつも語り、心に違うことをいくつもやった。 しかし人民は彼を許している。彼はそうしなければ、そう言わなければ、彼自身地位を保てず、中和作用を果たし、損失を減らすことができなかったからだ。嵐山公園にある宇宙嵐山の死費、週恩来が日本留学時に京都の嵐山で失意のうちに作った宇宙嵐山の死を刻んだ石碑が嵐山公園内にあり、現在では日中友好のシンボル、 中国人観光客の観光スポットとなっており、中国洋人が関西を訪問した際も大抵ここを訪問する。秘文は、両省市中日友好協会会長が日中友好条約締結時の1978年に記号したものによる。ありがとうございます。